皆さん、こんにちは、淡井圭介です。本日は2024年、5月29日、15時36分。まあ、昨日、まあもうなかなか、眠れなくて、まあ先ほど法律相談に行きまして、まあ法テラスでしたら、まあ1回の相談30分で、まあ淡井さんの件は、すごく時間かかりそうなので、2、3時間、時間空けてもらって、で、話してもらった方がいいと。まあその自分の、もともとその、対応してくれてた、その、弁護士事務所とか、まあまずそういうふうなところから、対応していただいたらいいんじゃないかなと思いますということで、そうすることをお勧めしますっていうことでしたので、先ほど、神戸、法律事務所へ、お電話をおかけしまして、ちょうどこの間言ってました、6月3日のそのプリンターの、素材ゴミを出す日ですね。で、その日の、まあ、昼過ぎぐらいからですね、まあ、お時間、いただいて、いまして、そちらの方で、まあ、いろんな、件、ご相談させていただきたいなと思っています。まあ、向こうも、かなり忙しいようですので、まあ、その日に、どれぐらい時間が、まあ、説明時間とかがどこまで、進むかどうか、ちょっと僕の方ではよくわからないんですけども、まあ、佳子様へ、まあ、今の、まあ、僕の状況が、まあ、こういう状況ですね。まあ、そちらに行って、また何かいろいろ進展がありましたら、またそのことを、お伝えしようかなとは思っています。まあ、まあ、できるだけ書類化して、状況、まあ、どういうふうなことがあったかっていうことを、弁護士さんの方に、お伝えできるように、まあ、あとはホームページとかを、利用してこうお伝えできたらなとも思うんですけども、まあ今も今、まだ予定、ギリシャに行かれてるその予定っていうのがちょっとまだよくいつ帰ってくるかがわからないので、まあ、ちょっと、なんともっていうところと、あと、やっぱりギリシャの大使館で、こう、握手をするところからのシーンの、テレビの放送とか、動画とかを見ていまして、昨年もそうではありませんでしたっけ？あのシーン、やっぱり何回か見たことあるんですよ。だから、その辺のところで、まあ、僕もそのどう判断したらいいかなっていうところがありますね。まあ、一応この間アップロードした内容のもの、まあ、佳子ちゃんにもその、まあ、その僕はどういうふうに思ってるかとか、ああいうふうな映像っていうのがなかったら、本人が、意思疎通は難しいと思うんですね。淡井さんは私のことをどう思ってるだとか、こう思ってるだとか、まあちょっとこんな顔で言うのもあれですけども、まあもうちょっとこの辺とか、頬がこけてる状態で、まあそのも本当は、佳子ちゃんの方がね、ほっぺた膨らんだりしちゃうんじゃないかなって思ったりとかもしてるんですけども、まあまあ物事、その法律相談事務所への電話っていう部分のことを今日弁護士さんと話していて、まあそれでだいぶ胸の中はスッとしました。で、まあここから、まあプロの方たちに動いていただいて、いろいろ解決できたらなと思います。で、正直、まあ僕の感覚としてはその結婚問題、その過去様にその弁護士事務所からその会うつてがあるのかどうかとか、まあそういうふうなところで結局まあ裁判所じゃないと会えないのかなとか、やっぱり8月9日の件とか、例えば12月1日2日の件だとか、その過去様
たちがその個室として望まれてるそのパターンだから、まあ、昔は赤坂御所に来てくれたらいいだったじゃないですか。けどだいぶ時間の経過とともにこの複雑化した内容でその意思疎通そのこの件が終わったら会いますって言ってましたから、あ、じゃあこの件じゃない、この後そのギリシャ訪問の後その会いますって言ってた件があるからそれをまあそのどこで会っていただけるのかどの時間帯なのかっていう、まあ今日も弁護士さんと話してたんですよ。その以前も過去ちゃんに言いましたけどもそのまま岡場駅に歩いてっていうその電波の声だけどももうクタクタになっていてもう家の中で倒れ込んでいてもう立ち上がる気力もなくてもうその時一応晩ご飯を作るだけの材料は家にあったのででもうこんなにしんどいのにちょっと無理やわってやっぱりなりますね。そのパソコンとか全部まだリュックに背負ってで、昨日の晩もね寝れたの3時以降なんですね。でもうそういう状況なんでやっぱりかこちゃんが外交行ってるからからなのかなとかも思いますし、いやだからやっぱり近隣の国とだけ外交してたらいいと思いますよ。もう世界中どこの国もあとは国連で集まるぐらいで、まあスポーツ選手も、海外のメジャーリーグもサッカー界も全員も日本に戻ってきてで編成し直して、エネルギー残存量もないのを対応、まあこういったことがまあ望ましいと、まあこういうふうな形ですね。まあまあ、僕の望みとしては佳子さまと、結婚できるということを、望んで、まあ、佳子ちゃんって言った方がいいんですかね。まあまあ、今そういう話をしていてこれ、やっぱりまだ、涙袋とか八方塞がりのこういうふうなものが出来上がっているのは、まあ、なぜかなっていうところが、まあ、何も多分決まってないからなんでしょうね。結局正式にまあ、もうちょっと、ここからの一踏ん張りで、なんとか、まあ、巻き返せそうなんで、まあ、何かしら。まあ、その辺のところで、まあ、佳子さまとかもご協力していただけたらな、とは思います。その結婚、するにしてもやっぱり自分のその旦那さんがどういうふうな訴訟をしていたかっていうこともそうですし、あと、未来のね、その旦那さんが。それを記録化して持ってなかったら、結局何かが発生した時に対処はできなくなると思うんですよ。で、結婚を仮にしなかったとしても、まあ、河川水門外式ダム発電とかのことがありますから、だから、まあ、この裁判の一部始終っていうものを、しっかりと皇室の方たちも関わっていた方がいいでしょうね。まあ、それが僕の、まあ、結論ですので、まあ、できるだけ裁判にご参加していただけたらなと思います。まあ、補助参加人だとか、共同訴訟というような形もありますし、まあそれはそれで会えますし、結婚問題のこともどうするかっていうところを僕のその話、その結婚相手としてね、その認めてもらえるかっていうところ、まあそれはまあ、その時でも、そのね、共同参加人とかでもいいじゃないですか。まあ、それではっきりするわけですから。だからまあ、それで、もう、とにかくもう、早く物事を進めたい。これ以上時間を失いたくないっていう気持ち
ですね。以上です。まあ、半分朗報、半分、まあ、ちょっと不安まじりの、今回の裁判、どう進むのかなっていうところで、いや、まあ、本当にたくさんありますから、複雑な件が。まあ、まあ、神戸事務所の方たちや、警察官の方たちと合同で情報交換してもらわなかったら、まあ、通報してる数がすごく多いですから、その事故経過とか、僕の方で全然把握できてないですから、何がどうなってるのかこれがわからない。だから、まあ、そういったところも、状況を照らし合わせながら、まあ、進めた方が、まあ、様々な被害者の数は少なくなるんじゃないかなと思います。今後も含めて。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。まあ、佳子様たちだけじゃなくて、今回の件で補助参加人とか共同訴訟だとか、まあ、とにかく証言者とかでも何でもいいですから、淡井さんのもう助けになってあげようっていう人たち、一人でもいらっしゃったら、ご協力していただけたらなと思います。皆さん、着信通知の設定と、チャンネル登録と、あと、お身の回りの方に、まあ、淡井さんの動画ちょっと見立ってもらわれへんかと、いうような形でお伝えしていただけたらなと、思います。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。まあ、あとは、佳子ちゃんが、ギリシャの訪問から、まあ、本当に行ってるとして、僕もよくわかんなくなるんですよ。以前の動画らしきものが混ざっているので、だから、もし、本当に行ってるんだったら、帰りの飛行機、安全に帰ってこれるようにっていう、天の神様のお祈り。ごめんなさいね、何日に帰ってくるのかわからないから、タイミング云々とかも、出発時間がわからなかったら、時間軸と日付が違うでしょ。だから、飛行機何時出発かが分からなかったら、僕も天の神様への安全のようにっていうものが、タイミングが分からないっていうことになってしまいますんで。うん、まあ、その辺のところ、まあ、ちょっと情報開示していただけたらなと思います。まあ、だから、まあ、いついつの便に、まあ何日ぐらいに帰ってくるだとか、何日に、何時ぐらいから出発する予定だとか、まあ予定ぐらいでいいと思います。実際その時、あちらの天気云々とかが、どうとかで、まあ日本から、まあ、佳子様が、海外に、訪問されたりするときに、昨年ペルーの時でしたっけ、飛行機1日遅れたじゃないですか。出発が、風が強くてっていう。そういうふうな現象とかも、もともと、やっぱり世界中たくさん飛行機飛び回ってますから、そこそこの数がそういうこと結構ありますし、毎年。だからまあ、世界中で見るとですよ。だからまあ、まあ、予定としてでも、情報を上げてもらえたらなとは思いますね。何時、まあ、日本時間で何時出発みたいな形で。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。